はい、どうもどうも、マシです。始まりましたね。今日がですね、原宿に向かいたいと思います。今いるのは豪徳寺なんですけれども、今から原宿に向かってどこに行くかと言いますと、バズストアでございます。久しぶりですね。店長さんに連絡して、ちょっと来週行けませんかとお伺いしたところ、ちょっと行かせていただけるということで、久しぶりに冬物編でございますね。バズストア向かっていきたいと思います。まあ、最近ね、僕上げた動画といえば、渋谷の古着屋さんに行った以来、リアルにプライベートでも買い物を、まあしてるっちゃしてるけど、まあそんな気持ちしてないかなということで、購買欲が鬼高いでございます。まあ、こういったね、毎回オープニングで何々が欲しいって言っておりますが、大体違う商品買うんで、まあ、今回はちょっと伏せておきます。はい、ということで今から原宿向かっていきたいと思います。お楽しみに。マーシーチャンネル。ということで、バズストア原宿店さんに到着しました。いつもありがとうございます。まあ本当にね、僕の YouTube を見てくださってる方やったら、あそこかってなるとは思うんですけれども、まあオープニングで言っていた通り、ちょっと冬物メインでがっつり見ていきたいと思います。毎回ね、ここのゾーンが暑いよっていうことで、今回もここから見ていきたいと思いますし、店長さんがおすすめの商品があれば持ってくださるということになったので、ちょっとディグっていきたいと思います。早速なんですけど、これ前も紹介してたんですけど、まだあるんすね、オーセンティック。これかなりおすすめですよ。僕あのチェッカーフラッグの買ってなかったらちょっと欲しかったんですけど、サイズハマる方いたら、まあ1万ぐらいですね。このオーセンティックかっこいいと思いますね。何やこれは、スーベニアなんだ。何やこれって、もう見た瞬間なりましたね。スカジャンとかによく見るような形にすごいそっくりですね。スカシャツですね、まあいわゆる。1万4000円ですよ。高いっすからね。ツラめちゃくちゃいいっすね、これ。かっこいいな。シャツ、買ったっけ？買ってないか。買ったか、ちょっと忘れたけど。僕っすね。僕のペイで。オープンカラーになってて、でもこれもかっこいいと思いますね。味変になったら着たくなってくるんですよね。すごい。うえ。レオンの解禁がありましたね。1万6000ですね。これめっちゃいいじゃないですか。色味も超いいですね。店長さんの私物とかではなくて。違います。おー、違いました。いやもうこれはもう見たらなんか雰囲気感じますよね。しかもこれギャバ売りだと思いますね。めっちゃいい。僕レオン欲しいんですよね。未だに一着持ってないんで。あーかっこいいわ。何週ぐらい？キャンパス7990円。安い。出た出た。ダウンクラフト、これヤバってみんななると思うんですけど、多分これ復刻でしょうね。9990円。でもこの面めっちゃいいっすよ。これ多分オリジナルだったら10万超えぐらいじゃないですか。そう、タウンクラフトの復刻。かわいい。めっちゃ好きやな俺。ボディはソフィーか。ソフィーボディ、なんかどっちかっていうと USMC とかミリタリーのスウェットボディに使われてるブランドのイメージなんですけど、めっちゃ色拾えそう。かっこええってなんかふざけた感じのアイテムが T とかスウェットでも好きなんですよね。4990円。めちゃくちゃ安いですね。ハードら辺もあるし、アクリルもあるし、アイゾット70年代糸巻きタグのブラックのアクリルですね。でもなんかアクリルですけど、ちょっとなんか肉厚ですね、このブラック。これめちゃくちゃいいと思いますね。9990円税抜きなんで、まあ7000円ぐらいかな。お、キーローラーメイド USA のやつですね。80年代あたりの。え、これ互いにめっちゃかっこいいっすね。めっちゃ好きな配色。 ATP めっちゃいいと思います。あ、額あるぞこれ。安いな。1万4990円。こっちは16990円。 ATP いいですよ、めちゃくちゃ。
革とか着たくなると思うんですよ、秋冬に。そういった時にスポーティーなお洋服を取り入れるとちょっとね、外しでいいと思いますよ。コーデュロイのテーラードくるみボタン、これかっこいいな。しかもブランドが JCP に80年代くらい期待がないですが、まあ、しかも安っ3990円、すごいな。おお、レッドヘッドのハンティング、パーティーズからフォーティーズのレッドヘッドのハンティング、フード付きなんや。しかもこれフード取り外し可能や。うわ、これやばいぞ。まあ、なんかここ最近の動画でよく言っとると思うんですよ、カバーオールが欲しいとか、カーコートが欲しいとか、ハンティングが欲しいとか、まあ、なんかお尻隠れる丈感のお洋服がほんまに欲しいんですけど、ええー、なこのボロボロさ。とかこれすごいっすね。なんやろこれ、もう血これちょっと後で着てみたら、ワッパーだけ、はい、ウールリブ付き、これブランドが JCP にですね。あ、すごい助手系良さ。店長さんから聞きました、全部リーバイスらしいです。リーバイス好きの皆さんめちゃくちゃありますよ。こっちいきなりスタープレーがありますね。でここら辺はおそらく646とかのアイテムかな。そう、これも646パワーってやって、あ、これめっちゃいい。なんか春に向けて履きたいな。501アメリカ製やと思いますね。うわこれ欲しいな。このリーバイスのストライプのやつってめっちゃ値段するんですよね。サイズがちょっとちっちゃいな。レディースの皆さん2% ぐらいなんですよね。2% いらっしゃる多分母ちゃんとかブラックデニムめっちゃあるっすわ。しかも先染めばっかり。絶対買った方がいいっすよ。86年製 80s501 先染めブラック紙タグ19,900円。ナイスディグになると思います、これは。いやでもこれやばいな。これめっちゃかっこいいですね。ジャックパーセル US 規格。いやしかも俺のサイズやん、9ハーフ。すごいな、雰囲気やばいっすわこれ。しかもこの値段、アメリカ製のオールスターないです。で8,990円、やばいっすね。これめっちゃいいっすね。黄色そうや、なんなら持っとるわ。なんかカラフルで行きたいじゃないですか。バスストアで買わさせていただいた。あ、確かに。そうっすよね。ありがとうございます。いやメイドインジャパン。サントリー。おお。90年代のドラマで、めちゃくちゃ有名な俳優さんが入ってたものなんですよ。タクヤですか。です。うわー、タクヤか。何もかも有名でさせますからね。友達みたいなテンションで言ってますけど。ところで、店長さんおすすめの商品が届きました。トラックパンツです。え、GCP なんだ。これ両爪ですね。面白い。トラックパンツとかで抜きたくなるんすよね。本当に。しかも GCP なんだ。いや、ほんまじゃ。3,990円。驚かなくなってきました。なんだ。わー、でもすごい。セーラー、うお、デッド？うわ、すごいな、これ。デッドストックのセーラー。悔しいけどちょっとレングスが長いかも。レングス36です外国の方ぜひLL ビーンの A2 で、こちらもスコービル 80s ぐらいですかね。7080、そうですね。かっこええなこれ。これめちゃくちゃいいっすね。なんやかんや LL ビーンってめちゃくちゃ名作いっぱい出してますよね。コートとかだったり、まあ、最近で言ったらニットだったりね。29,990円、全然いいと思いますね。ショットだ。でも US ですね、古いショット。なんかこういうの見出したらカメラ気にせずめっちゃケツ向けて僕どうなんやろ、90年代ぐらいですかね。めっちゃ古いって感じじゃなさそうな。うちにも今日入るんですけど、あんまり僕得意じゃなくて、でも意外と入れてみて着てみたらめっちゃかっこいいなと思って。メジャンっぽくないっすね、すごい。なんかイギリスロンドンっぽいような。おお分かってるな僕今ダブルめちゃくちゃ欲しいんですよ。アメジャンといえばのブランドじゃないですか、ハーレーダビッドソン。ハーレー乗るようになったら着たいけど、でもサイズもめちゃくちゃいいっすねこれ。そうですね、うん。肩凝ったりするのすごい嫌なんで、なんやかんやね、ちょっとライダースとか気持ちゆったり着んのが好きやなーって最近思ってました。うわこれかっこよ、それめっちゃいい。これちょっとやばいな、かっこいいっすね。イディバウアー年代は00とかですけど、100%レザー。あ、すごい。フェイクじゃないのに、この柔らかさ。
すごいな。おそらくジュニンレザーとかなのかな。その中だと一番さ。いやー、しかも8,990円。これかっこええな。でもね、ベスト欲しいんですよ、確かに。あのスナップベスト。小野さんです。小野さんです。日本とかなんですか。日本だと思う。ジュニアの上から。いやー、いいっすね。確かに、かっこいいわ。レイヤード楽しめるブラックベスト。4,990円。安いな。バズストアで一押しのレーザーを紹介していただきました。向こうのレーザーでございます。ゆとりある感じで着ることが増えてきました。っていうのも、ちょっと出てきて、そう、ジャストであんま着れんくなってきてるんですよね。華奢な方が着たらめっちゃかっこいいと思います。向こう。紹介していただきました。バンソンのデカーボータロン。70、80年代。セブンティーズぐらいじゃないですかね。70年代。謎ですよね、ほんと古着って。なんでここだけ日焼けしたんだ。あとね、これね、結構重たい。結構重たいです。牛とかですかね。ですね、これは。絶対そうっすよね。この重さ。襟付きのレザーが一番使いやすいですからね。個人的にはもう中にフードをレイヤードしたりとか、タイドアップしていきたいので、このフードは取り外すかなと思うんですけれども。一旦フード外していいですか、これ。フーディーを中に畳んでみたんですけど、僕みたいにフーディーをちょっとレイヤードしていきたいってなったら欲しいかなっていう感じですね。まあでも他にも気になるやつあるんでちょっと着ていきたいと思います。持ってーこれを持って刺されても大丈夫そう。9ぐらい、やばいっすね。まあでももうちょいアームが太くあってほしかったかな。とフェード感とかもたまらないんですけど、もう一個ね、かなり前かタクが気になっとったアウターがございまして、それもちょっと着てみようかなと思います。ボンネビル。ボンネビル、あーもう忘れてますね絶対。あーでも違うな全然。これかっこええわ。これやわ。またアウター買ったんって言われそうやな。でもこれかっこいいっすね。ちょっとライダースも着てみたいな。アウターの候補がめちゃくちゃあるんで。古着好きになって18ぐらいからなんで1年目ぐらいですけど、ライダースを着たことがなくて、っていうのもなんかちょっと苦手意識があったんですよね、すごく。でもなんか今季は着たい気分でして、めっちゃ綺麗や。もうちょいボロボロでもよかったな。なんか文句ばっか言うやつみたいで嫌やな。ちょっとね、厳選せないかんのっすよ、欲しいもんも。強そうかも。まあ、ハマる方がいれば。実はね、動画にしてないんですけど、気になってるアイテムがあって、それを今中に入れてるんで、ちょっとそいつを着てこようかなと思います。皆さん、びっくりしましたよね。まさかの半袖です。冬物メインで。がっつり見ていきたいと思います。バーチャルチャンピオンの70年代のアイテムのダブルフェイスでございますね。でもこのね、雰囲気がめちゃくちゃいいですし、なんとでこのサイズ感、 T シャツってね常に見ないとということで、店長さんが持ってきてくれました。4段ないっすよね、なかなか。4段でカプセル、もうこれゼロだったらまさしですからね、僕のために。何そのパンツってなったと思うんですけど、まあ、動画外でちょっとディグってたら、オンブレの緑のスラックスがあって、でこれなんすかみたいな。めちゃくちゃ良くないですかみたいな。緑のパンツが欲しくて、まあ、なんか軍パンとかでも良かったんですけど、まあ、ガラパン欲しいなとは思ってたんですけど、これやばいっすね。まあ、こっちのスラックスが税抜きで5,990円で、こっちのチャンピオン6,990円。この2つは買います。ラスト1個に羽織りたいやつがあって、それがブランドがエディバウアーでございます。もう買うテンションですけど、どうなんやろ。これで可愛かったら、なんか微妙な終わり方っすよね。これもいいっすね。うん、店長さん一押しっすもんね。あ、これっすわ、これ買いますわ。なんかもうなんとなくあるんすよね、着た時のフィット感。3点買わさせていただきます。ありがとうございます。はい、ということで、バズストア行ってまいりました。今回も安定で良かったですね。店長さんいつもありがとうございます。3点買いました。セブンティーズのスラックスと
セブンティーズのダブルフェイスと、ゼロゼロのエディバウアーのデザートニットの切り返しのジップアップ、まあ、ぜひね皆さん都合が合えば原宿バズストアに行ってみてください。それではどうぞ。See you。 ご視聴ありがとうございました。ベースインスタグラムチェックよろしくお願いいたします。次の動画もお楽しみに。 See you。